今日は我が家の閣下がいない間に一人きのこの山パーティーを決行いたします。我が家の最高権力がいない今、私を止められる者は誰もいないのですよ。ちなみにですが、皆さんはきのこの山とたけのこの里どちらがお好きですか？やっぱり断然きのこの山ですよね。皆さんもそうですよね。このキノコタケノコ論争というものは長きにわたり繰り広げられている論争の一つで、今も世界のどっかでその火蓋が切って落とされているに違いありません。知らんけど。とはいえ、キノコの山の洗練された食感、食べやすさ、そしてうまさにはタケノコの里も叶うはずがないでしょう。いえ、私もはじめはタケノコの里のビスケット味に心を打たれていた時期もございますが、やはり行き着くところはキノコの山。歴史を見てもキノコの山の方が先輩なわけで。あ、もしもし閣下、お疲れ様です。今からお帰りなのですね。承知いたしました。そういえばですが閣下、つかぬことをお伺いしてもよろしいでしょうか？閣下はキノコの山とタケノコの里どちらがお好きでしょうか？やっぱりそうですよね。閣下も同じで安心しました。絶対タケノコですよね。